皆さんこんにちは、タタコスです。今回はこちら青鬼オンラインやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回やるのはですね、こちら青の神殿12階でございます。こちらですね、リボン鬼なんかね、リボンティーかわかんないんですけども、ね、こちら、リボンティーいるのでこちらのステージやっていきましょう。前回の11階はですね、いやマジで苦戦しましたね。1-2時間はかかりましたね。ちょっともう紙に書いたりとかしてね、こう頑張って工夫しまくってですね、クリアしたんですけどもですね、結局最終的にはですね、青鬼を巻いて終わったというね、何にも頭をつかずにでやってしまったんでございますけれどもね。その後シューポンキノコさんいるじゃないですか。動画見させていただきますね。いやすごいね、シューポンさんはこう青鬼をこう使って攻略をするんじゃなくて、石像をこう運んでこうクリアされてらっしゃいましてですね、いやマジですごいなシューポンさんと思いましたよね。本当ね、私もそんな頭になりたいなと思います。はい、ではですね、今回こちら青の神殿12回やっていきましょう。リボンティーなんかな、やっていきましょう。どんな鬼なんでしょう、どんなステージでしょう。ボムがありましたね。混乱しているぞ、何、追いつかれないように扉から脱出しよう。はい、これ苦手分野、2連続苦手分野来ましたね。どんな感じなんだ、ん、あ、わかったわかった、こんな、なるほどなるほど、これはこうしてこうしてこうするんだよね。オッケーオッケーオッケー。でこの間にボムを連打すると、やばいやばい、あぶね、あぶね、そういう感じね。面白いね。大丈夫、混乱してるだけで別に高速ステージでもなんでもないから慎重にやっていきましょう。いける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 。でこれはこうするだけね、別に混乱じゃなくてもいけるねこれは。っていうことで、これはこうしていくんだよね。はい、こうしたしまして、え、待って、合ってるよね。あ、逆、待って待って待って、ん、あー、当てた当てた当てた、あぶねー。ということで、何、追いつかれないように扉が、どういうことどういうこと、めっちゃ速いってこと鬼の方は。それだったらちょっとやばいね、ちょっと鬼速そうだな。ちょっとまあ油断せずにやっていきましょう。でね、どういうことだ、はい、オッケー、あ、なんかファンファン来た、ファンファン来ました。あ、そんな速くないじゃん、そんな速くないじゃん。でもまあ追いつかれちゃうねこのスピードだと。ちょっと待って、なんか結構ど派手ですね。ちょっとまあ一旦回りますね。でも思ったよりそんな速くなかった、よかった。じゃあまあまあまあ、まあ、こんな感じで負けばいいでしょうね。あ、負けないんだ、なるほど、オッケーオッケー。いや全然、うーい、加速する、ちょっとこの子加速するね。なんですけども、いやいやいや、結構これ一発くらいいけるね、よかった。混乱だと思ってさ、苦手ジャンルだと思ったんだけど、混乱倍速じゃなかった、よかった、余裕。はい、ということでですね、今回こちら青の神殿12回クリアすることができました。本当にありがとうございます。お報酬はジム500個ですね。はい、15回クリアしてから報酬一気に受け取っていきたいと思います。よろしくお願いします。めっちゃいいねこれね。青ゼリー7000枚、12回は青ジム500個とかでは、あ、よかった、12回一発クリアで、ね、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。次回13回やっていきたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。まとめたな、イエーイ。